今回は分離するだけじゃなくてこのように展開することができますので、めちゃくちゃ広く感じます。皆さんこんにちは、ジェイソンオルゴブルだ、ひらげだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴブランドストアです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、こちらは今年の夏に発売された新しいレゴストアのキットです。ちなみに2、3年前に1回レゴストアを作ったんですけど、完成度がめちゃくちゃ高くてとても良かったです。外箱はこのようになっていて、前回のレゴブランドストアが2階だったんですけど、今回も2階建てになってます。構造を見る感じはおそらく RC 像だと思います。そしてこちらのレゴブランドストアはレゴストア限定品となってます。僕は神戸のレゴストアで4800円で買いました。いや、これはレゴ好きにはたまらないセットですね。ちなみに四国にはレゴストアがないので、レゴストアがある県に住んでる人がめちゃくちゃ羨ましいです。はい、箱の後ろはこんな感じです。今回のレゴストアなんですけど、箱が思ってたよりでかかったので、前のレゴストアよりかは結構大きくなってると思います。では開けましょう。中にはパーツが入った袋が7つと、8×8 のプレートが2枚と、説明書が1冊とシールのシートが2枚入ってました。で、一番僕びっくりしてるのが、今回シールの量がめちゃめちゃえぐいですね。今回のレゴのシールはテクニックとかアイデアとかの大人向け商品も入ってます。これは作るのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、それではレゴブランドストアを組み立てます。
はい、組み立てが終わりました。今回のレゴブランドストアめちゃくちゃ気合入ってますね。ちなみに組み立ての時点で1時間30分かかりました。では今からこちらの大量のシールを貼ります。せーので、完成、レゴブランドストアです。はい、今回のレゴストアなんですけど、思ってたよりめちゃくちゃ大きいです。ちなみにシール貼りにかかった時間は15分です。まあさすが40枚あるだけあって、今回貼るのがめちゃくちゃ大変でした。そして肝心のレゴストアなんですけど、前のものと比較するとめちゃくちゃグレードアップしてます。レゴストアのキットなんですけど、リニューアルするたびにめちゃくちゃ豪華になっていくので素晴らしいと思います。今回のレゴストアについてくるミニフィグは2体です。おそらくこの2人は親子だと思います。まず女性のミニフィグの全体はこのようになっていて、こちらのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。続いてこちらが子供の男の子のミニフィグです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、ちなみにこのミニフィグはリバーシブルフェイスはありません。はい、続いてはレゴストアです。この正面の大きな2つの窓に乗っている蒸気機関車とお城のセットがすごい存在感を放ちます。そして正面にはレゴのマークがあります。今回のレゴストアなんですけど、前のブランドストアと比較して幅の大きさはほぼ2倍広くなってます。個人的にこのシールが結構好きです。はい、後ろから見るとこんな感じで大きな窓が2つあります。でさらにこの側面のシールなんですけど、左右で全然デザインが違います。はい、では近づいてみるとこんな感じです。この大きな窓に映っている蒸気機関車と城のセット、この2つは小さいんですけど、それでもちゃんとよく再現されているところがさすがレゴだと思います。続いて1階部分はこのようになっていて、1階部分の窓にもレゴの商品やレゴブロックが飾られています。表面には鉢植えが2本あります。あとそれと玄関の作りがめちゃくちゃ細かいですね。ではこちらのレゴストアのギミックを説明します。まずこのレゴストアなんですけど、ここがはい、このように開くことができます。いやすごいなこれ。前回のレゴストアは1階と2階が分離するだけだったんですけど、今回は分離するだけじゃなくてこのように展開することができますので、めちゃくちゃ広く感じます。開いた状態で見るとこんな感じで、一気にレゴストアが大きくなりました。続いては1階と2階がはい、このように分離することができます。ちなみに2階部分にはこちらのはしごがついています。床に置いちゃうとこんな感じになって、ちょっと安定性に欠けちゃいます。はい、ではドアップで見ましょう。まずこのレゴストアなんですけど、前回のレゴストアと比べてもうすごい進化してます。まずこちらがレジの部分なんですけど、前のレゴストアのレジ台は結構シンプルだったんですけど、今回は本物に近いように作られています。でさらに今回のレゴストアの床面は全部タイルパーツでぎっしり埋まっています。そして正面にはレゴのセットがぎっしりと並んでいます。前回がフレンズと忍者ゴーとシティとクリエイターだけだったんですけど、今回はテクニックとアイデアが追加されました。はい、続いてはこちらですね。おお、ピックアブリックとビルドアミニフィグです。個人的にすごいのは、今回ピックアブリックのロゴマークが追加されて、でさらにピックアブリックのこのパーツにクリアパーツが追加されました。続いてビルドミニフィグはこのようになっていて、前回のセットとまあほぼ一緒ですかね。はい、続いてこちらなんですけど、こちらの壁は全部シールで再現されていて、この部分は正面から見るとこのようになっていて、ここにミニフィグを置くとこんな感じでフォトフレームになります。これは観光名所とかでよくあるあの写真のあれと一緒ですね。今回はライオンとキリンの2体です。はい、続いてはこちらの2階部分を見ましょう。今回2階部分も結構気合入ってますね。まずこちらのミニフィグファクトリーがついてます。個人的にこれ選んで作る方なのか、それかプラスチックから一から作るタイプのものかなって思います。続いてこちらの部分なんですけど、これなんでしょう。ちなみにこの部分なんですけど、中にブロックが敷き詰められていて、おそらくこの部分はいわゆるフリースペースなんじゃないかなって思います。続いてこの部分には忍者ゴーとシティとデュプロがあります。2階も売り場だったんだ。そしてこの展示台には蒸気機関車がディスプレイされています。近くで見ると今回の蒸気機関車のミニ模型の完成度すごい高いですね。そして反対側には城のセットがあります。これはおそらく5万円のするレゴの城だと思います。そしてこの柱パーツなんですけど、小さいパーツですごいよく再現されています。はい、付属するミニフィグを並べるとこんな感じです。個人的に思ったのが、レゴストアの新しいキットが発売されるたびにどんどん進化してますね。床全部がタイルパーツだったり、レゴストアの広さも大きくなったり、他にも色々と進化しているのが素晴らしいと思いました。その分値段もちょっと上がったんですけども、僕はこれ文句なしですね。僕個人的にはどうせだったら店員さんのミニフィグ1体は入れて欲しかったなって思います。そうすれば雰囲気もすごい上がったと思います。おそらく次グレードアップするとなったら、まあ1000円ぐらい値上がりしてミニフィグ1体追加されて、
て2階部分が広くなるんじゃないかなって個人的に思います。はい、レゴブランドストアはこんな感じです。はい、ということでレゴストア限定レゴブランドストアを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたレゴストアなんですけど、前回のものとは違って大幅にリニューアルされました。まずはレゴストアが広くなったり、床パーツがタイルパーツになっていて、前のものとは比べ物にならないぐらい進化してます。これは本当に素晴らしいと思いました。まあ何回も言ってるんですけど、こちらのセットはレゴストア限定品となってますので、レゴストアへ行った際はぜひチェックしてみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。